ム次ホールは愛知県名古屋市中草会にあるクラシック専門のコンサートホールである。2007年3月に開館したクラシック専門のコンサートホールで、ここ一番屋の創業者、ム次徳寺が資材を当時建設し、作曲家のサエ重明が監修を務めたものである。このホールのコンセプトは、暮らしの中にクラシック。開館公園はご島龍がバイオリンリサイタルを行い、 開館を記念して開催された第一回、胸継エンジェルバイオリンコンクールでは、長尾遥が第一位を獲得した。また、ホールのオープン当初よりランチとクラシックコンサートをセットにしたランチタイムコンサートを開催しており、2010年1月からは、スイーツタイムコンサートやディナータイムコンサートも開催されている。2010年2月からは、 中部国際空港開港5周年記念セントレアホールムネツグホール提携企画としてセントレアホールとムネツグホールがランチタイムコンサートを毎月共同開催している。2014年より歌詞館事業を停止しホールの主催及び共催公演だけに特化した運営を行っている。2016年には月刊誌音楽の友史上のまとめによると 年間の公演回数が387回を数え、現在も1施設内に複数の会場を持たない短観のクラシック室内学ホールとしては日本屈指の公演回数を誇る。日本国内では珍しい石造りの床とモルタルの壁面が豊かながらクリアーな残響を生み出す。正面と側面の波のような衣装は音響拡散体として機能している。舞台は 白の壁面に合う、檜の木に落ち着いた小い茶の塗装仕上げである。ありがとうございます。